おはよう、みんな。マリサくん、おはよう。今日学校終わったら駅前の新しくできたクレープ屋さんに行こうよ。サナエはおバカちゃんだから今日は補習でしょ。慶応大学志望の私と一緒に図書館でセンター試験対策しましょ。二人ともごめんね。今日の放課後は予定があるんだ。え？俺はキリサメマリサ。自分で言うのもなんだが、結構モテて学生生活を謳歌している。今日もいい一日になりそうでよかった。あれは？おいコスプレイヤー、今日金持ってんのかよ。コスプレじゃないもん、生まれた時からついてたんだもん。パチコくんじゃねえぞ、猫以外に猫耳がついてる動物なんているわけねえだろ。お前らやめろよ、いいじゃないか猫耳がついてたって。だってキモいんだもん、絶対コスプレなのに堅くなに認めようとしないのマジでムカつくんだけど。自分が憎くて仕方がない。チルノちゃん、いつもいじめられて辛そうなのに、俺は止めてやることができない。チルノちゃんの味方をしたら、俺までつまらない奴だといじめられてしまうのではないかと、ビビってしまっている俺がいる。こんな声だけの奴、チルノちゃんは憎んでるんだろうな。昔本で読んだことがある。ゆっくりの中には、先祖の獣の血が体内に紛れ込み、頭から耳や角が生えたり全身だけで覆われたり、尻尾が生えて体の一部が獣とかすものが稀にいるらしい。昔は神様が天界から送り込んだスパイだと恐れられていたらしいが、未だに差別されているのはその名残のせいもあるのだろうか。よし、支度するか。おい、今日もコスプレしてんのかよ。マジでキモいな。本当にコスプレじゃないってば。お前らいい加減にしろって、なんでそんなところネチネチ責めるんだよ。いやだって、毎日猫耳つけて学校来てたらキモいでしょ。頭の上に耳ついてるのこいつだけだよ。てか、マリサもコスプレしてきてるやん。え、何のこと？ほらこの尻尾、こんなのゆっくりについてるわけないでしょ。マジかよ、マリサくんがチルノかばってたのって仲間だったからなのか。なんだこれ、俺知らねえぞ。ちょっと。それはさすがに無理だわ。ゆっくりなのに尻尾が生えてるなんてマリサくんでもちょっと嫌だよ。なんで、こんな尻尾昨日まで生えてなかったのに、なんで。おはよう。おはよう。尻尾が生えただけなのに急にみんな冷たくなった。なんで、その日から急速に俺はクラスでの立場を失っていった。得体の知れない尻尾が生えたことによって徐々にクラスで差別されていった。マリサくんまだタヌキのコスプレしてるよ。つけてるんじゃなくてあれって生えてるだけなんでしょ。そんなの言ってやんなよ。どっちにしろ無理だわ。ひどい。あはははははは。普通に意味わかんねえ。なんでこんな仕打ちを受けなきゃいけないんだ。朝起きたら勝手に尻尾が生えてただけなのに。チルノちゃん、どうしたの？マリサくんも、体が獣化しちゃったんだね。獣化？みんな分かってくれないだけなの。無知だから、獣の血のこととか何にも知らないから、化け物扱いして差別するの。どうしたらみんな分かってくれるんだろう。何をしても無駄。先生たちでさえ理解してくれずに私たちのことを気味悪がってる。聞いちゃったの。隣のクラスの白石先生が、尻尾や猫耳の生えてる生徒とは関わらないようにって朝の会で言ったらしいの。そんな。じゃあ、気をつけてね。待って、途中まで道一緒だよね。ああ、そういえばそうだったね。たくさん話したいことがあるの。ごめんね、俺、チルノちゃんへのいじめ、全然止めれなかった。辛かったよね。いいの、気にかけてくれる人がいるっていうだけで少し安心できたし、あの空間では、あなた以外の全員が私の敵だったから。全員が敵？か、それからはチルノちゃんが親から聞いた獣の血のこと、俺のような後天性で症状が出てくるケースは極めて珍しいということ、日本中に差別されて苦しんでいる獣の血がいることなど、たくさんのことを教えてくれた。それ以外には、獣の血を持つ者同士は、互いに惹かれやすいということも知った。